はい、どうやら社長が作ったなんか新しいデータがこの車にインストールされているらしいぞ。そうですね、ちょっと今回とりあえずまずは我らスタッフが試乗して、はい、良さをちょっと良さを体感しておかないといけないんじゃないですか。です、ね、ちょっと、ね、ちょっと行ってきましょうか。じゃあどんな感じなんですかね。そうですね、聞いた僕が聞く限りによりますとこちらの車両はインタークーラーをちょっと待ってですね、シートベルトつけてください、話を聞く限りではインタークーラーを取り付けて、あとサーモスタートとか冷却関係ですね、そのあたりを、まあ、やってると、はい、それをデータを合わせ込んでると聞いておりますけれども、さあこれが、まあ、普段のですね、販売させていただいているスポーツ ECU を日頃から乗ってますけど、おお下からの伸びが、ちょっとカメラがブレます。軽く踏んでるだけでなんかレスポンスがいいんで楽しいですね。楽しいですか。はい、大きくコースを回りたいと思うんで、はい、じゃあちょっとじゃあバイパスの方まで行きましょうか、はい、せっかくなんで。ちょっとどういう風に違うかもインプレッションしてくださいね。せっかく細かくちょっとそうです、これを見てお客様が、インタークーラーをつけて、新しいデータを入れてどんな風に変わるのかっていうイメージを沸かせていただくことになりますのでそうですね、はい、前回ちょっと下手くそと言われた、はい、製品紹介の動画があるんですけど、それを払拭するような、はい、インプレッションしていこうかと。そうですね、でもコンピューター書き換えるとやっぱりこう軽自動車と思えないような走りをしてくれるんでですね、はい、そういう部分で見るとやっぱりこうかけた金額に対しての感覚というか体感度合いでいくとかなり、はい、と思うんですけど、すごくコストパフォーマンスを今分解して喋ってもらいましたけどコスパということですね、まあ、はい、それではちょっと気を取り直して、じゃあ少し踏んでみたいかなと。ああ、じゃあ、はい、あ、おお、おお、おお結構きますね、グッと。なるほどですね、もうこうやってどうでした？こうやって見るとやっぱりその踏んだ時のレスポンスっていうのはやっぱり上がってるかなと感じますね、はい、私の感覚で言うと。もう横で乗ってると加速感がすごくてちょっとカメラを押さえてるのに必死でしたけれどもそうですね、でもすごい鋭そうですね、加速が。そうですね、その踏んだ時に、はい、にって詰まるような感じがない加速をしてくれるんで、やっぱりそのサーキットとか行ってもそのカーブ終わった立ち上がりの部分都会を 走る時にですね、かなり、はい、加速しやすいようなデータになってるんじゃないかなと今感じますね。サーキット目線のコメントありがとうございます。はい、サーキット目線ですまあちょっと公道で走ってる時に思いっきりアクセル踏んだら危ないんじゃないかなって思うような気がしないでもないんですけど、あっという間に法定速度に到達してしまいますね。そうですね、かなりちょっとコントロールする時に気を使わないとですね、一瞬のうちに加速してしまうんで。でもこれサーキット行ったら楽しいでしょうね。そうですね、やっぱりこうノーマルのスイフトスポーツとかにも完全に追いつけるような速さが出てるかどうか分かんないですよまあ感覚的にはですね。そうですね、私の車がスイフトスポーツノーマル ECU なので、それと比べるとですね、かなり近いぐらいの加速感味わえるんじゃないかなっていうような、はい、お、直線がある。それではちょっと、楽しい。これ右ですね。楽しいですか。楽しいですね。
すごく横に乗ってるとカメラを押さえるのに必死です。やっぱりこう車自体も軽いんでですね、その ECU でパワーが上がるとその分軽さも相まってかなり加速感のある車にそうですねかなり仕上がってくるんで、はい、まあ、軽さっていうのは車にとっては武器ですから、はい、なんで加速が良くなってなおかつ軽いんで止まる時にも早く止まってくれるっていう部分でかなり、まあアルトワークスっていう車自体も楽しい車なんで、今回が ECU とあとインタークーラーですね、はい、を変えるような形になってるんですけれども、やはり他にもサーモスタットなどいろいろありますので、はい、そういうのも一緒に変えていただければなという。そうですね、まあ、クーリングパッケージを一通り、はい、装着することによってより車が楽しくなるというですね、はい、そういったチューニングになっております。それではお店の方に到着いたしましたのでどうだったですか川野くん。いやもうかなり下からトルクフルな加速をしてくれる車になってまして。本当、はい、もうちょっと驚きよ。いやなんか今言わされてる感じ、すごい他人事みたいな。走ってる時にもう かなり感動して、あのその動画を撮ってたんで、いろいろ喋り戻ってきて、ちょっと落ち着いてちょっと一周ぐるっとここ回ってきたので、はい、かなり変わってたんですね。まあ、川野くんがそう感じるぐらいなので、お客様はなおさらもっとそこの感動に気づいていただけるんじゃないかなと思いますので、またちょっと詳細な部分はですね、改めて動画をお届けしますけど、取り急ぎ、できたてホヤホヤのデータをうちの社員が乗ったらどうなるのかというですね、そういう企画でございました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。